中は。熱風いきます。つもりはない。撤退する。敵将、私が討ち取りました。主膳様より伝令、軍師の志望と勇気に敬意を表すとのこと。主膳殿の信用を得られたようですね。あんたの指示に従って正解だったよ。全力でいきます。反抗動いておけ。次は容赦しねえぞ。敵将、私が討ち取りました。隙だらけですよ。報告、敵援軍が出現。趙雲と諸葛亮が率いているようです。お前ら、ここは死んでも動くなよ。申し訳ありません。敵総大将の姿を見失いました。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。調子、劉備殿には近づけさせん。何人やりとも、お参上。
が入っているな。我らも続くぞ。時間は稼げたか。これもさ、もはやここまで。ここは俺たちに任せて、優美を呼んだ。やっと好きに暴れられるんだ。楽しませてもらうぜ。わかりました。ここはお願いします。気味の悪い場所ですね。あの諸葛亮が築いた備え、用心しましょう。どうあがいても私の手中ですよ。強さにおごる心が好きが生まれます。簡単に孤立しましたね。戦略でいきます。反抗戦孫の若き衆へ陸孫赤兵八陣を破るとは見事です。となろうと戦いはやめぬ。
お強いのですね。私も勇気づけられます。好きだらけですよ。まだだ、まだ終われぬ。緊張の無念を晴らすので私は倒れるぞ。でね、味方総大将の推薦中とのこと。いざ長子竜と勝負してもらおう。隙だらけですよ。味方総大将怪しい。至急救援を願うとのこと。ライバル軍悔しいな。ここは光れば敵将、私が討ち取りました。次は容赦しねえぞ。私の支柱ですよ。私とこの兵器がお相手を務めます。敵将、私が討ち取りました。全力でいきます。参考甘く見てもらっては困ります。自分の未熟さを思い知りました。さらに研鑽を積まなくては。敵将、私が討ち取りました。お強いのですね。私も勇気づけられます。劉備殿には近づかせぬ。この長子竜が相手になる。